選挙演説中のベック・フォルカーベックは、ドイツ連邦共和国の政治家。同盟90、緑の党所属のドイツ連邦議会議員で、1994年から2002年まで、党のホームスポークスマンを務め、同盟90、緑の党の院内幹事を務めた。2005年9月に、連邦議会議員及び緑の党の院内幹事に、再選された。シュトゥットガルト出身。 シュトゥットガルト大学中退。1980年代に平和運動に参加した後、1985年から緑の党に加わっている。1994年にケルン選挙区から出馬して、ドイツ連邦議会に初当選。フォルカーベックは有名な同性愛者でもあり、ドイツ同性愛者連盟のスポークスマンを務めた経緯があり、同性結婚に賛同するキャンペーンを行ったことで、 知られている。また、ドイツの登録パートナーシップの父と、しばしば引き合いに出される。パートナーのジャック・テシエとケルン及びベルリン、パリに在住していたが、テシエは2009年7月に死去した。ケルン在住者らしく、熱狂的なカーニバル参加者でもある。彼は、同性愛者のカップルの平等権のために1980年代、以来戦ってきた。最近彼は、民法、 労働における人種、民族、性別、宗教、年齢、障害による差別撤廃を目指す反差別法を主張している。さらに、ベックのイニシアチブにより、ドイツ連邦議会において、ナチスドイツにより迫害された、同性愛者の追悼記念碑建設が決定された。この記念碑は、ベルリンの中心部に建設される予定である。二千一年から二千四年まで、 党の代表として、テロ対策法案や2005年に発行した、新移民法の審議に参加。ベックはタフ、ネゴシエーターとしても知られており、同盟90、緑の党のビューティーコーファー党首が、連立相手のドイツ社会民主党への情報に、傾いたのを押しとどめて、緑の党の方針を貫かせた。2005年、ワルシャワでの同性愛者デモに参加する。 ベックら緑の党の国会議員2005年、ポーランドの首都ワルシャワで、同国のレフカチンスキ大統領により禁止されていた、ゲイのデモ行進に参加。2006年5月27日、ベックは、モスクワにおける、同性愛者のデモに参加中、同地の極右に投石され負傷した上、このデモが、市長により禁止されていたため、警察によって、拘束された、レポートフロムモスクワ。 翌年も、モスクワでの同デモに参加し、市役所に抗議文を渡そうとして拘束されている。ベックはまた、アンディジャン虐殺事件に関する国際的な調査を許可しない、ウズベキスタン政府に抗議して、欧州連合による同国の制裁に賛成した。さらに、ドイツ国内に住むムスリムの同権運動にも加わっている。その他ベックは、 ナチスの犠牲者に対する保障問題で重要な役割を演じており、記憶、責任、将来財団設立に尽力した。2016年3月、違法薬物であるメタンフェタミンを所持している疑いで、捜索を受け、すべての当職を辞職した。ドイツ連邦議会により不逮捕特権を停止されたが、微罪であったため4月に7000ユーロの支払いと、引き換えに審理は停止された。 この影響で、州比例代表の候補者リストから落選し、2017年、ドイツ連邦議会選挙に出馬できず、議席を失った。2017年10月1日、同性婚法の施行当日、パートナー関係にある建築家、アドリアン・ペトコフと結婚した。ホロコースト犠牲者追悼記念碑の建設に尽力するなど、ドイツユダヤ人中央評議会顧問としての功績を、 ヨハネスラウ大統領に検証され、ドイツ連邦共和国功労勲章功労十字章を授与された。また2005年には、フィラデルフィアのイコーリティフォーラムにより、GLBT 同権運動の40人の功労者の一人に選ばれたが、北米以外の地域から選出されたのはベックのみである。2001年にはイングロー及びベルリンゲープライド、 フェスティバルより、ドイツ国内におけるゲイやレズビアンの市民権運動への功労を表彰された。ありがとうございます。